タイト、今日のご飯どこ？おはようリナ。まだ決めてないけど、今何の気分？なんで決めててくれないの？え？私が食べたそうにしてるものを提案してくれるのが彼氏でしょ？ごめん、お肉料理にする。今はお寿司の気分。よし、わかった。近くのくら寿司にする。回転寿司？ダメかな。彼女とのデートは回らない寿司でしょ？え、そうなの？元彼とはそうだったよ。また元彼の話？悪い？元彼は社会人でしょ。俺まだ大学生だからバイトしてるんだよ。正直くら寿司でも出費してる方だよ。は？キモ。もういい、今日はキャンセル。え？他の友達誘ってお寿司行く。ちょっと待ってよ、それ本気で言ってるの？だって気分が乗らないもん。このまま会っても喧嘩するだろうし、私は別れたくないから。俺だって別れたくないよ。だったら今日は会わないでおこう。お互いが好きでいられるように。分かったよ。うん、また次会おうね。はい。翌日。タイト、お疲れ。リナちゃんと別れたんだよな。俺にも言っていないってことは相当ショックなんだろうな。別れてないよ。え？ちょうど昨日喧嘩したばっかだけど。マジで？どうして別れたと思った？いや、だって昨日。昨日？何があった？実は昨日俺バイト入ってたんだよ。ああ、確かバーのバイトだよな。そうそう、そこでリナちゃん来たんだよ。は？マジで？一人で？いや、男の人と。え、それ本当にリナか？うん、それは間違いないよ。インスタで写真も見たことあるし、男はリナって呼んでたし、タイトと別れたって言ってたし。マジかよ。その男はどんなやつだった？エイチは知ってる人だった？いや、俺は見たことない。年上っぽかったけど、リナちゃんがなんて呼んでたか忘れた。もしかして、ヒロキ？おお、ヒロキ！そんな名前だった気がする。ヒゲ生えてた？うん、ヒゲは生えてた。マジか。じゃあ当たりだな。誰なんだ、ヒロキって。リナの元彼だよ。お、元彼？元彼と会ってたのか？うん。しかも、俺との予定を断って。え？昨日ドタキャンされたんだよ。それでデートなくなったけど、まさか元彼とデートしてたなんて、結構ショックだな。浮気の兆候はあったのか？時々会話には出してきてたけど、浮気してるとは思ってなかったわ。ごめん。言わない方が良かったか？いや、伝えてくれてありがとう。ちょっとリナに聞いてみるわ。おう、またな。10分後。リナ、ちょっといいか？ん、何？昨日はごめんね。なんか強く当たっちゃった。でもタイトもタイトだよ。やっぱりデート前は店決めててほしいし、お寿司は回らないところへ行きたい。昨日は何してた？私の話聞いてる？俺の質問に答えて。昨日の夜は何してた？普通に家にいたけど。嘘つけ。バー行ってたよな。はい？駅の裏路地のところの、港ってバー。港？何そこ？そのバーで俺の友達が働いてるんだ。エンイチってやつなんだけどな。誰それ？知らなくて当然だよ。エンイチは俺の高校の同級生だから。ふーん。で、それが何？さっきエンイチから LINE が来たんだよ。お前の彼女が男と来てたって。俺とは別れたことになってたらしいな。どういうことだよ。知らないよ、人違いじゃない。女はリナ、男はヒロキ。別れたとされる男がタイトで、顔がリナにそっくりさ。こんな偶然起きると思うか？マジで変な言い訳やめろよ。悪いの、会ってちゃ。は？会っちゃダメなのって。逆切れかよ。別に会うくらい良くない？事前に報告するのがルールだろ。何そのルール。リナが作ったルールだよ。知らない。それは無理あるよ。俺は毎回言うようにしてるよ。ああ、もういい、この話。よくないよ。なんで会ってたの？なんで俺と別れたことになってるの？ごめんって。もう会わないから許してよ。元彼とはバーだけか？うん、マジでそれは誓う。本当か？うん、元彼とエッチだけは絶対ない。それにあいつギャンブル狂だし、それが嫌で別れたんだから。じゃあなんで会った？偶然街で会って、それで流れで。ふん。もう二度と会わないんだな。そう約束してくれる？うん、約束する。マジでもう会わない。てか会いたくないから。一週間後。ごめんなさい。本当に反省してます。
もう元彼とは会わない。タイトとしか会わない。浮気とかはしてないし、ただ会っただけで別れるのは嫌。お願いします、やり直してください。わかった、許すよ。本当？うん、一週間離れてみたけど、やっぱり俺にはリナが必要だよ。もう本当に元彼と会わない？うん。約束な。うん、ありがとう。今夜空いてる？なんか会いたくなった。俺も。やった、じゃあホテル行こう。いきなりかよ。嫌なの？最高です。だよね。ご飯は？食べる。お店どうする？またその時決めよう。それでいいのか？うん、今日はそんな気分。わかった、じゃあまた後で。1週間後。リナ、今日のデートだけどお寿司予約したよ。しかも今回は回らないお寿司、1人5000円のコースだから結構美味しいと思う。ごめん、今日行けない。え？てか別れてほしい。は？じゃあね。待てよ、別れるって何？そのままの意味だよ。この間仲直りしたところだぞ。俺が何した？変なことしたか？今日は予約だって取ってるし、リナが好きな寿司だぞ。何の問題があるんだ？元彼とやり直すことにした。は？ごめんね。元彼ってヒロキ？うん、やっぱヒロキが好きなのかも。嫌いなんだろ？ギャンブルばっかりするんだろ？それはそうなんだけど、体が彼を求めてるの。は？タイトじゃ満足しないの。ってことはエッチしたのか？うん、ごめんね。最悪だな。前にタイトとやって気づいたの。これじゃないって。タイトと体を重ねるたびにヒロキのやつが欲しくなるの。最悪だな。うん、仕方ないよね。どこが？てかバーの後とかしてたのか？うん、今だから言うけど、その日は3回したよ。キモ。うん、そう思われても仕方ないよね。でも本当に好きなの。金貸して帰ってきてないんだろ？そんなの問題じゃない。お金の問題じゃないの。お金なんて大事じゃない。いや、大事なことだろ。タイトはそれだからつまらないの。だから退屈しちゃうの。私はもっと刺激が欲しいの。あ、そう。じゃあもういいわ。寿司屋の予約どうするの？今からキャンセルしたらキャンセル代金かかっちゃうけど。私たちが代わりに行く。は？それなら問題ないよね。好きにしろよ。ありがとう。なんかパチンコで買ったらしくて、今日はおごってくれるみたい。クズじゃん。他人の彼氏に暴言吐かないで。これだから退屈な男は。念のために言っておくけど、もう私に未練はないからね。私のことは忘れてね。思い出して一人でするのもやめてね。マジで気持ち悪いから。そんなことしないわ。私のこと大好きだったくせに。なんなのお前、浮気して謝罪もなしかよ。もう十分謝ったでしょ。もういい、気分が悪い。これ以上送ってくるな。うん、バイバイ。お寿司予約ありがとうね。10分後。 H、 リナと別れたわ。え、マジで仲直りしたんじゃ？いや、元彼とやり直すってさ。マジでショックだわ。結局あのバーの後もホテル行ってやりまくってたらしい。きつ。俺が2人で行こうとした寿司屋、今元彼と行ってるらしい。は？キモすぎるだろそれ。ああ、マジで吐き気がした。リナちゃんってやばいやつだったな。ああ、きついわ。しかもこんなことされたのにまだちょっと好きなんだよな。可愛かったもんな。それもあるし、思い出とかいろいろ。なるほどな。今から空いてるか？ガラ空きだな。俺がおごってやるから寿司行こうぜ。マジで言ってんの？って言っても回転寿司だけどな。それでもいいか？全然いいよ、ありがとうな。おう、リナなんか忘れろ。ああそうだな、忘れるわ、あんなクソみたいな女。そうだそうだ、じゃあ今から駅向かうわ。ありがとうな、ヘイチ。5年後。タイト、久しぶり。リナだけど覚えてる？ちょうど5年ぶりくらいかな。さすがに忘れたりはしないか。相談したいことがあるから、近いうちに会えたりしない？ん、リナ帰ってきた。ねえ、近いうちに会えない？何の用事？それは会ってから話すけど、とってもいい内容だよ。マルチビジネスの誘いか？それなら即お断りだぞ。違う違う、そんなビジネスの話じゃない。タイトはお金に困ってなさそうだし。は？まあビジネスとは真逆だね。もっとラブな話だから。早く本題に触れろよ。もうせっかちなんだから。じゃあ思いも伝えるね。
私ね、態度とやり直したいと思ってる。は？別れてからずっと後悔してたんだ。態度って頭良かったじゃん。将来絶対お金持ちになると思ってたの。大学卒業したらびっくりしたよ。会社を起業したんだよね。しかもあのバーテン員の栄一さんと。よく調べてるな。当たり前じゃない。それくらい本気なの。ねえ、どうかな、私と結婚してみない？するわけないだろ、バツイチ女。え、お前元彼と結婚したんだってな。なんで知ってんの？大学の友達から聞いたよ。しかも借金背負ってるんだろ？そうなの、ギャンブルで大負けしちゃってね。いろいろなところからお金借り出て、ひろきがどこかに飛んじゃって、私が連帯保証人になってて、それで大変なことになってんの。総額どれくらいの借金？500万円くらい。どんだけ負けてんだよ。すごい才能だな。違うの、借りたのは100万円くらいなの。でも悪いところから借りてて、いつの間にか膨らんでて。ああ、闇金か。最悪だな。そうなの、だから助けて。嫌だね。え？助ける義理もないし、助けたいとも思わない。完全に自業自得だよな。待ってよ、私このままだと風俗嬢になるのよ。いいの、元カノが風俗落ちしても。風俗嬢だって立派な仕事だよ。稼げる道があってまだよかったな。待って、嫌だよ。最悪再婚はしなくていいから、500万円だけ恵んでよ。嫌だよ。返す、絶対に返すから。保証なしなので無理です。年収1500万あるけど無理です。鬼畜、鬼、クソが。自分が幸せならいいのか。そんなのやばいよ。恋人に裏切られた気分はどうだ？辛いし憎いだろう。俺は5年前同じ気持ちを味わった。次はリナが味わう番だ。まあリナにやり直すチャンスが残ってるとは限らないけどね。じゃあそろそろ失礼するね。待ってよ。出てよ。ごめん、時間がないんだ。今からお寿司なんだよ。お寿司？コース3万円の回らないお寿司なんだ。さようならリナ、頑張って稼いで返せよ。後日談。こんばんは、タイトです。この後リナは諦めたのか連絡が一切来ませんでした。少々厳しいことも言いましたが、あそこで優しくしてしまうと逆に面倒なことになったと思います。選ぶ男を間違えたというか、なんというか性格が悪いと思われるかもしれませんが、この日のお寿司は何より格別でした。5年前のあの日、リナに裏切られた日に絶対に見返してやると誓いました。そんな過去の自分に乾杯してやりたいです。今後は女性選びに気をつけながら結婚相手を探していこうと思います。